山口敏太郎映画評。今日はですね、ビートたけしさんの新作映画を見てきました。ストーリーにはなるべく触れないようにお話します。また設定とメディアですでに露出している部分には、触れたいと思います。ですが、ひょっとしたら一部ストーリーを類推している可能性は類推される可能性がありますので、映画を眉間な上、今後この映画を見て楽しもうと思っている人は見ないでくださいというリスクヘッジをさせていただきます。まずですね、感想、率直に言って僕は面白かったです。前評判は決して良くなかったんですが、かなり僕は高評価だった気がしますね。というのはですね、ビートたけしの、コメディアン、芸人、ビートたけしの、コミカルな部分が結構強調されている映画で、みんなやってるかとかですね、そこら辺では空回りした部分もあったんですけども、今回はやや抑え気味のギャグがですね、いい味付けになっていたのかなと。かといってですね、映画監督、北野監督の味もバイオレンスな味ですね。僕はその男凶暴につきなんかが好きなんですけども、そのバイオレンスな北野監督の味わいもかなり入っていると。だから芸人、コメディアン、ビートたけしの、コミカルな部分と、北野監督のバイオレンスな部分が見事に融合した、本当にバランスの取れた作品ではなかったのかなという印象があります。で、北野監督の場合ですね、バイオレンスな描写の中にもどっかちょっと笑える微笑ましい部分があってですね、それがですね、おじいちゃん、元おじいちゃん、元ヤクザのおじいちゃんというね、キャラクターがですね、いい味を出して表現してるんですね。平均年齢が70代ということで、うまい役者さんばっかり集まってたんですけども、これがなかなかね、バイオレンスの中にどっか憎めない可愛らしいところを出してくれるんですね。で、たけし映画の場合、北野たけし映画の場合ですね、なんかね、こう、バイオレンスの中にどっか面白いとこある。で、面白いシーンの中にどっか悲しみとかですね、哀愁とかが入ってる。この三重構造、二重構造、三重構造になってるのが、たけし映画の楽しみ方なんですね。僕はですね、バイオレンスとコミカル、コミカルと哀愁と悲しみみたいな、こういったいろんな感情っていうのは紙一重じゃないのかなと思ってます。人間の感情って単なるバイオレンスだけとかですね、単なるコメディだけじゃないんですよね。コメディの背後にはどっか悲しみとか、哀愁が入っていたり、で、コメディの裏にはですね、どっか暴力的な部分があったり、そういういろんなものが多重構造となって人間の感情を表現していると思うんですね。そういった意味ではですね、今回の作品は非常に感情のバランスが取れていたのかなといった印象があります。あれですね、現代社会のいろんな歪みを表しているような気がしますね。で、もういろんなメディアでももう話されていることなんですけど、オレオレ詐欺をやっている、半グレの若い、チンピラ集団とですね、元ヤクザの組長だった兄弟分がですね、集まって戦うという、あれですね、現代社会の縮図のような構図でしたね。おじいちゃんたちがね、家族とうまくいかなくて、寂しい独居老人であったり、あるいは家族と一緒に住んでいても、もうなんかこう脇に追いやられているおじいちゃんのたちの問題で、それでいながらワーキングプアで苦しんで犯罪に手を染めざるを得なかった若者たちのジレンマで、なんて言うんでしょう、義理人情を重んじる元ヤクザ対、金を中心、金のためなら人がどうなっても構わないという価値観の若者との対立、この辺りのせめぎ合いがですね、今日本社会が抱えている現代の問題というものを明確に浮き彫りにしているなと、そんな印象を受けましたね。僕は年末のたけしさんのですね、テレビタックル特番も6年ぐらいレギュラーで使っていただいてまして、そして BS フジの方では等々力ベースでオカルト担当として、もう4回ほどお世話になっております。大変たけしさんにはね、いろいろお世話になってるんですけども、やっぱり一ファンとしてですね、ビートたけしの「オールナイトニッポン」を見て育ったたけし世代、2ビート世代としてはですね、今回の作品も大変満足した作品だったのかなと。で、もちろん俳優ビートたけしも見れます。
哀愁のある刑事、渋い刑事役やってますよね。どっかね、僕もコロンボみたいな感じがしてね、なんかこう、ビートたけし演じる老刑事のコロンボ的な映画も見てみたいなといった印象がありましたね。で、僕はね、俳優ビートたけしはね、星を継ぐ者っていう作品の中で、山人を演じたたけしさんの役がね、何とも言えなくてね、味わいがあったんですね。今回の刑事役もね、僕はね、たけしさんの味が出たいい役柄ではなかったのかなといった印象があります。ということで、ビートたけしの新作、ぜひ皆さん劇場へ行ってください。超おすすめです。